さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今日はですね、ほんと富士山も結構綺麗に見えますよ。レクサスカレッジに来ましたけれども、さあ今日撮る車はこちらになりますよ。新しく登場しましたね、 NX になります。もうすでに発表された時に僕は一本動画を作っておりますけれども、今回は実車を使ってという形でいきたいと思います。もうね、グリルのところがもう黒が潰れちゃってて、同じ車にちょっと見えるかもしれないですけど、これバージョン L のはずですね。これ 350H の、なのでこれがノーマルの顔つき。はい、これグリル覚えてください。すげえグリル力強くなったでしょう。こっち F スポーツ、パッと見、まあ F スポーツはこれイメージ通りじゃないですか。サイドのグリルの部分も昔ながら結構迫力があって、フロントグリルももうこの格子状で、でバージョン L がやけに存在感増してきた感じ。結構これで言うと、今までフロントグリルとかの仕上がりで F スポーツが好きだとかスタイル的に好きだっていう方多かったかもしれないですけど、これね、バージョン L スタイル的にもいいんじゃないですかね。なんか僕は個人的にどうだろう、結構エレガントでさらに力強さもありというところで、バージョン L が今回結構出そうな感じ。あ、こういう風に見るとここ相当えぐれてるんだ。ほらおしゃれでしょ、なんかここに黒のアクセントラインも入り、今回ねそういった意味では本当おしゃれ。後ろはこんな形。ちょっとすいませんね、もう今日はね日が強くて、はい、日陰と日向が混在しちゃってますけど。で F スポ、やっぱドアトリムのここは一緒なんだな。ミラーがやっぱ黒、 F スポは。で F スポのエンブレムがあって、こちらはバージョン L はほら白。うん、なるほど、わかりやすい。でホイール、これ違いますよね。で、オレンジキャリパーがあってという形で、今回はこれ20インチですよ。で、20インチでこれ冷却が入ってるからもうランフラットですよね。だから、これ冷却フィンが入ってるとパンクした時に肉厚にしなくてもランフラットとして成り立つので、だから軽量化にもつながるんですよ、これ冷却。まあ何事においても、なんていうんでしょう、単純な話で熱が天敵なんですよ。パンクした状態で走るとタイヤが熱持ってブローしちゃうので、そのブローを防ぐためにはこういう冷却がしっかりしないといけないよ。っていう話です。でちなみにタイヤサイズ235/50/20インチです。すごいですね、20インチ。しかも、はい、ハブボルト来ました。ハブボルトですね。僕言い方ちょっと間違えてたな、今まで。はい、IS の時から。ハブボルトになりました。だからもう、ハブにボルト締めをするという形のハブボルトですね。いや、これがね、ほんとハンドリング良くなるんですよ。締結力強くなるし、太くできるので、このボルト自身の径を。だから、トルク上げれるんですよね。この締め付けの締結トルクを上げれるので、まあ、なのでそこだけでハンドリングが良くなるっていう。で、今後レクサスみんなこれになるはずですよ。もう管理の仕方を考えたら、今このハブボルトと通常のナット式が、まあ、混在してるのが、もう整備上でも管理の上でもやりづらいので、今後はどん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 このハブボルトに全ての車がレクサスにおいては移行していくはずですね。ちなみにこちらバージョン L のホイールになりますけど、まあ同じくランフラットで、もうサイズ一緒ですよ。235/50/20インチを履いております。あ、モールの色が違うんだ。こっち樹脂じゃないですか。黒樹脂。ほら、これバージョン L、F スポ白。これなんか逆のイメージがするな。なんかこっちの方が樹脂の方がかっこいい感じがする。バージョン L の方がアーバンスタイルでシャキッと同じカラードでしてもいいんじゃないかな。まあ可能だったらこれオプションで選べるといいですよね、このカラードか樹脂タイプか。あの樹脂タイプは樹脂タイプでかっこいいので、この車を一周囲う形で底辺の部分、あの S4 とかがそういうやり方ですよね、車を一周底辺でつなげるような形で。あれはあれでね、僕今後結構流行ると思いますよ。かっこいいんですよ。さあ、そして、まあ、リアタイムも同じですからね。はい、235/50/20のはずです。はい、235/50/20ですね。まあ、なので今日動画長くなるので、はい、もう向こうは行きません。はい、バージョン L。これ、F スポだけが、これ、電子制御サスペンション ABS が入っております。まあ、なので、これは F スポの特権。バージョン L とか通常はもちろん減衰力とかも低速からしっかり出そうという形の気を使われた、サスペンションですけれども、まあ特別なこと、まあ特別なことはしてないって、まあだから高性能サスペンションっていう形です。こちらは電子制御サスペンション。
しかも後でちょっとカットモデルのちょっとマニアック解説をおまけ動画に入れておきますけれども、 F スポだけはここにパフォーマンスダンパーも入っております。なので振動特性も良くしようっていうのもやっております。おお、やっぱね、後ろかっこいい。このなんか塊感わかります？この塊感がね、すっごいいいんですよ NX。 僕なんかこういう卵系の塊感の車大好きなので、すっごい印象いいです。でさらにちょっとこれ覚えておいてください、後ろ。これ F スポーツならではというところですね。この下側のこのシルバー加色。で、これちょっとバージョン L 行きましょう。ほら、バージョン L。バージョン L だとここがないですよね。なので、シルバー系の加色がないので、まあ、後ろだけで言うと、やっぱ F スポーツかな。っていうのはありますけれども、いや、悩ましいですね。僕はバージョン L でドレスアップパーツをつけていくのもありかなとも思いますし、まあどちらでも元の今回デザインが結構いいと思います。やっぱりね、このスパッタリングのこのキラキラの黒塗装、もうこの黒光り系ですよ。ブラックダイヤモンド系ですよ。これかっこいいですよね、F スポのホイール。これはもう F スポの特権。だから通常だと20インチでもこういうシルバー色になってしまうという形になっております。で、こういうふうに後ろから見た時のこの塊感に加えて、これが特徴ですよね、レクサス。今こういうのがもう今後流行りです。もうちゃんと名乗らないといけないんですよ。なぜかってもうはっきり言ってしまえば、もう中国市場とか見たらわかります。もういろんな新興メーカーが出てきていて、でデザインがいいよね、かっこいいよねって言ったところのいいところとかをどん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 真似されちゃうような状況でもあり、車が結構似通ったのも出ておりっていう中で、ちゃんと背負って名乗らないと、特に新しい車においてはどこの車かわからないっていう状況も発生してるので、ちゃんと名乗らないといけないんですよ。でもこれね、名乗る上でもかっこいいと思う、僕こういった名乗り方。まあ日本とか、まあヨーロッパとか今までの自動車メーカーの、もう限られた自動車メーカーでずっと進化してきたっていう中で言えば、あのマークだけで十分わかるんですけど、今後はね、あれでは区別がなかなかつかなくなってくる時代なんです。はい。まあいろんなところにもう時代の変化があって、デザインもそれに対して受け取っていかないといけないんです。対応していかないといけないんです。でこのね、横から見た時の結構塊感もいいんですよ。あ、ちなみに F スポはもうこれいつも通りですけど、これブラック系のクロームですね。でシルバー系のクロームは、バージョン L とかは通常シルバー系のクロームになっております。そこは違いますね、バージョン L と F スポーツの違いです。まあこれいつも通りです。でA ピラーの付け根がちょっと高い感じかな。前に出て少し高い感じ。なので、こういうちょっと塊感が出るのかな。後ろも結構滑らかにスラントしてますしね。これで言うと、ぎゅーっと来て、なんかもうちょっと伸びたら、なんかもっと卵型になって、僕卵型好きなので、卵も好きですけどね。はい。すいません。もう卵食べすぎて、医者から注意されました。まあ、こういうモノフォルム型的な、まあ、スタイル、今後多分ね、ちょっとずつ来るんじゃないかって、ほら、後ろなんて超卵的。いいですね。じゃあ、ちょっと細かい話入っていきましょうか。こういう F スポーツとバージョン L 等もありますけれども、そもそもで言った時に、今回、グレードがですね、ちょっとこれね、車買われる方は相当悩むと思いますけど、ちょっとそのあたり今から掘り下げたいと思うんですけど、なんか日陰と日向が混在しだしたから、もう完全に日陰諦めます。全部日向に出します。ちょっとお待ちください。さあ、ちょっと日向持ってきましたけれども、まあ今回まずグレード構成としては4つあるんですね。でその中で上から順番に言うと、まずこれが特徴的ですね、プラグインハイブリッドモデルが追加されてきました。今回要はデザインとかももうレクサスの新しいジェネレーションですよ、次世代型の。で次世代型って何かって言ったら、レクサスは今後エレクトリファイドの方ですね、電動化の方もどん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 力を入れていくんですね。25年までに20車種を、まあ、レクサスは新車導入するんですけれども、そのうちの結構な割合が電動化です。まあその割合ちょっと今テロップに出しておきますけど、ないくつか忘れちゃった、何台が電動化やりますっていうのちょっと忘れちゃいましたけど、22年にはもう電気自動車専用プラットフォームでのモデルも出てくるんですけれども、でそういうエレクトリファイド系を担う、まあ、一つとしてやっぱプラグインハイブリッドもこれトヨタとしてレクサスとして大きな一つの、まあ、大事なモデルとして育てていくので、まあ、なのでそれが導入です。でそれの電動化も含めた上での新しいレクサスのデザインテイストが入ってるって話で、その一つがだからこれが一番わかりやすいと思います。レクサスっていうだからもう
ブランドの背負い方が変わってきたんですよね、デザイン上で。で、その 450H がもうトップグレードです。で、正確には 450H プラスですね。要はプラグインハイブリッドのプラグを指すっていうのはある意味プラスっていう形で表現をしているような形。で、この 450H プラスにおいてはノーマルグレードがないです。だからバージョン L と F スポーツしかないです。さらに言うと、すべて四輪駆動っていう形になっております。で、四輪駆動はもう E4 ですよ。なので、機械的には繋がっておりません。まあなのでシステム的にはもうプラグインハイブリッドとしてのバッテリーも大きく積んでるし、 E4 としてリア駆動も積んでいるし、一番重くなってこれで2トン超えちゃうんですよ。 450H だと、2010キロですね。2トン超えです。ちなみにもうちょっとボンネットとかはこれ今写真を差し込みでまあ入ってるとは思うんですけれども、エンジンだけで185馬力228ニュートン、そこに182馬力270ニュートンのフロントモーターが入ります。だからフロントモーターめっちゃ力強いですよね。でさらに54馬力121ニュートンのリアモーターが入るという形です。でシステム的にはもう最大出力は309馬力ですよ。この450H のプラグインハイブリッドを話した時に、まあ多くの方が、まあトヨタに詳しい方って言った方がいいですかね、RAV4 のシステムだろうっていう、そういう風に言う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、いやいや、まあまあその通りです。で、その通りですけど、RAV4 は305馬力システム出力で、これは309馬力。その違いは、RAV4 は単純な話で言うと、レギュラー仕様。こちら、ハイオク仕様。エンジンが出すちょっと力が変わってくるので、なのでその結果としてそういう出力特性の違いも出てくるっていう話です。で今もうせっかくなので、今ラブ4の話がちょっと出たじゃないですか。でこのラブ4って考えた時にプラットフォームもラブ4と兼用ですよ、兄弟車ですよ。でそれを踏まえた時ですよ、じゃあラブ4の方が値段的にもいいじゃん、お得じゃん、じゃないですからね。これ僕のセカンドチャンネルちょっと見てください。あのもし今みたいな発想が出る方はプラットフォーム共有化の本質がちょっと見えてない方なんですよ。プラットフォーム共有の本質って要は兄弟って言われてる限り、絶対って言っちゃあかんかもしれないですけど、でももうこう考えてくださいよ。同じプラットフォーム使ってるんです。一つはトヨタブランドの、ラブ4、まあその中でも高級なレクサスブランドの NX で考えたら、どっちを高級に的確に仕上げてくるかって言ったら、使える部材とかも変わってきたり、かけれるコストも変わってきたりで、絶対 NX の方が上がるわけじゃないですか。もうだからこれが答えなんですよ。プラットフォーム共有をする限り、基本偶然にも下克上が起きちゃったねのその偶然はもうなくなるんですよ。だからプラットフォーム共有をすると完全なる明確なる実はヒエラルキー世界ができちゃうんですよ。それが今回これ多分乗ると分かります。もうボディ見たら同じプラットフォーム使ってるんですけど、補強材の入れ方から何から全部違う。もうそもそもで言ったらレギュラー仕様かこちらハイオク仕様か、もうここでも差別化じゃないですか。まあそういう風に踏まえてもらうと、別にラブ4はラブ4ですっごいいい車なんですよ、もちろん。でもNX はさらに、まあ後から生まれてきてるんですけど、兄貴分的な存在として発揮しているっていうのが中身になります。まあちなみに四輪駆動としては、もう E4 なので、フロント100、リア0からフロント20、リア80まで持っていくっていう形です。って言ってもね、リアそんなにね、モーター力強くないので、54馬力の121ニュートンなので、まあ生活四駆プラスアルファぐらい、まあ走行中でもある程度は効かせられるかもしれないですけども、ガンガンフルタイム系にはいかないですよ。でフルタイム系のそういう四駆のガンガンとした走りっていうのは今回ちゃんと用意されてるので、ちょっとお待ちください。で今言った 450H をトップとして、で次にあるのがこちらの 350H、 これだ、これ 350H、 まさにやっとこの車の出番が来た。はい、これ同じくあの先ほどの 450H も 2.5 リッターハイブリッドなんですけど、プラグインハイブリッドですね、正確には。でもこちらは同じ 2.5 リッターの
今度はハイブリッドです。だからエンジンのベースはもう全部一緒、ユニットも一緒なんですけれども、ちょっと、特性を変えております。なので馬力も先ほど言っていた 450H は185馬力ですけれども、こちらの 350H になると同じ 2.5 リッターでも190馬力243ニュートン出すんですよ。だからエンジンだけで捉えたらこちらの 350H の方が力を出している。でもバッテリーが小さいので 450H はモーターガンガン使ってっていう形なので結果としては違いますね。でシステム的にはこちらでシステム出力としては243馬力だから、先ほどの 450H の309馬力を踏まえるとやっぱちょっと落ちますよね。それが450か、だからこちら350か、もう数字でも明確に出ている差ですよ。でまあこちら 350H になると価格としては608万円。おいきなりなんか600万円前半安くなった感じあると思うんですけれども、なぜかというと四輪駆動じゃなくて肉だからです。今言った価格は 450H はもう単純な話で4駆しかないんですよ。 E4 しかないんですよ。こちら 350H になると肉モデルもあるので608万円、でも四輪駆動になっても635万円なので、かなりお買い得感のあるモデルとも言えると思います。さあそしてハンドリングとかを求めるんであればこれ一択だと思います。っていうかまあその狙いで作ってますから、これ NX350、 これが今まで2リッターターボあったじゃないですか。今回その2リッターターボの役割をもっと明確に分けたんですよ。走り系の人に対しては 2.4 リッターターボを新設、それがこれ NX350。より実用性を求める方には後で言いますけれども、 2.5 リッターのターボではなくて 2.5 リッターのノーマル自然吸気エンジンの NX250 もちゃんと用意されております。なので今まで2リッターターボが担っていたスポーティーな方向と実用性の方向、これをちゃんと二分化して走りの方はもう完璧特化、この350に委ねたっていう形なんですよ。でこの350はその特徴として F スポーツしか設定がないです。この 2.4 リッターターボ唯一の、だから NX の中で言ったらエンジンで言うと 2.4 リッターですからね。これがやっぱりすごいところで、ちなみに8速オートマが組み合わされます。重量は1780キロ、価格599万円、結構いいですよね。でちょっとこれだけボンネット開けますか。もうねこれはほんとシンプルですよ。この 2.4 ターボしかない中でもうこれは仕上げた、まあ、スポーティーなハンドリングスペシャリストみたいな、まあ、そういうイメージですよ。でこれで279馬力430ニュートンを発生するっていう形になっております。でこれ見てもらうと、ほらとうとう来ましたよ、セカンドキャッチ。ほらまあ正確にはトリプルです。だから通常時はこのシングルキャッチじゃないですか。だからこれはまあトヨタとも共有しているシャーシとか作りとかなので、こういうメンバーとかも全部共有してるんですよ。こういう共有化を果たしながら、こういうダブルキャッチをつけようと思った時にこのフレームの内側につけるっていう、だからまあつけるバージョン、つけないバージョン両方ともこれ同じフレームで対応ができるっていう形ですね。まあでもこの方が絶対剛性も上がるんですよ。ハンドリング実は良くなるんですよ。いやーとうとうやってきましたね。まあだから数で言えばまあトリプルキャッチですよ。だからすごいですよね。ちなみにこれヘッドライトは今3連タイプの超切れ長タイプですよね。これは F スポとバージョン L に備わっているヘッドライトになります。通常のヘッドライトはもうちょっと可愛い目をしております。ちょっと光らせてみますか。こんな形、ほら、あ、かっこいいかっこいい。この目超悪そう。この顔、黒に白にこのなんか目が光る感じ、もうガンダム世代の方、暗闇からほんとズゴックが狙ってるような、なんかね、まあまあそんなことはどうでもいいですね。はい、すいません。いやかっこいいかっこいい、このライトで。ちなみにライト造形としては、はい、 L 型で、さらにこの上側もこれ薄く光ってます。夜だとねこれよくわかります。あ、ほらほらこれ光ってるんですよ今。なので夜だと横一文字で、端ではなく端はこの L 型で支えつつ、上側に一文字型で入るという形ですね。
ちなみにですけど、だからハンドリングマシンとしては、だからこの350が担うと。だからもう専用で F スポーツしかなくて、F スポーツしかないっていう意味は何かっていうと、この350においては、このホイール、さらには電子制御サスペンション、パフォーマンスダンパーで、さらに後で、本当おまけ動画、この車に注目の方は見てください。もう350だけシャーシが違うんですよ。そこがね、ミソなんですよ。これすごいと思います。この350は NX の中でワングレードなんですけど、そのワングレードに対してめちゃくちゃやり込んだねっていう、お金かけたねというか、うん、なんていうでしょう、走って仕上げての。で、そういうのができるようになったのも、実は今までだったらもうはっきり言っちゃうと、できないんですよ。こういうワングレードだけ、こういうスペシャルな作りをして、シャーシの補強材から何からも全部やるなんていうのは、やりづらかったんですけど、もう今、レクサスは、このモデルがだから初出しぐらいじゃないですかね。シミュレーター結構使うんですよ。だからデジタル上のシミュレーションで、もう車をある程度仕上げていって、で、最後、乗り味確認で、バンバン走らせて調整はかけるんですけど、その走らす前の、ものすごく、走行シミュレーターの上での車の仕上げっていうのを結構取り入れて、やっているという話も聞いているので、まあなので結構こういうスペシャルな車が作れるんですよ。今までだったらこれ採算合わないし、開発コストも合わないでしょうし、開発の時間が多分間に合わないです。今までであればこんだけのことをやろうとすると。だからそれができるようになったっていう、今水面下で戦ってるのは何かっていうと、開発時間の短縮なんですよ。いかに短い時間で車を今までと同クオリティ、もしくはそれ以上のクオリティを仕上げていくかっていう、このシミュレーション技術もものすごい勝負かけてるので、今車は昔であれば、こういうフルモデルチェンジ系なんていうのは、もうシャーシも切り替わってますからね、今回。だからラブ4と一緒になってるぐらいですので、シャーシもガラッと全部切り替わったんですけど、こういうフルモデルチェンジって今までであったら7年とか長いと10年とかかかってましたから、フルモデルチェンジの開発って。今それがもうプラットフォーム共有をしてるからこそ、だからラブ4である意味ベースがあるからこそ、そこをベースにスタートできるから、まずそこで短縮もできますよね。で、さらにそういうシミュレーション技術とかいろいろ使ってくると、この短縮がどんどん進んでるんですよ。だから今後車はもう開発期間3年を切らないと勝負権はないんですよ。だから今みんなそこに対して、電気自動車なんかはもう開発期間、極端な話2年切っていかないと勝負権がないって言われているような時代なんですよ。だからそこに対して車作りから何から全部変えていかないと生き残れない時代の、実は勝負も始まってるっていうのも、まあ皆さんも知ってもいいかと思います。結構だから自動車メーカー変わってないようでめっちゃ変わってるんですよ。商品として見たら同じような形でこの NX も出てるかもしれないですけど、同じでは全然ないんですよ。まあそういう新しい新時代の幕開けっていうところで、こういうレクサスっていうこの背負い方も変わってきてるっていう、そういうふうに捉えてもらうと、この車にかけてる意気込みが多分わかると思います。なんか NX、 まあ普通にだから新型になっただけでしょうとか、そんな軽く見ちゃいけない、これは車になっております。ちなみに最後だから NX は一番ベーシックモデルで、だから250があります。 2.5 リッターの自然吸気エンジンですね。これ201馬力の241ニュートンが、あります。まあなので、まあそれだと一番軽いと、2駆だと1650キロ、4駆だと1710キロになりますけれども、価格は2駆で543万円、4駆で570万円という形になっております。さあ、じゃあ室内行きましょうか。の前にすいません、ほんとすいません。室内を行くにはこれパッケージを説明した方が分かりやすいですね。パッケージのすべての源はボディサイズから始まるので、まずボディサイズです。全長4660です。これ20ミリ先代よりも伸びました。幅1865、かなり成長してきましたよね。1865なので、これも20ミリ、高さも成長してきました。1640、これプラス5ミリ伸びました。で、ホイールベースも30ミリアップです。だから車の車格は上がりました。2690になりました。で、このホイールベースにおいては、もうなるべくフロントタイヤを FF ではあるんですけれども、前にどんどん持っていこうという努力とかもしながら、で、後輪もちょっと後ろに持っていく、まあそういう結果として、まあそういう30ミリのホイールベース延長も果たしております。新しいプラットフォームを使って、今 NX は登場です。じゃあその新しいパッケージの室内も見ていきましょう。
さあ、最後にですね、今日は、まあ、せっかくこういう風にもう色も揃ってるので、光の下で見た時の、うわ、まあ、ブルーもかっこいいですね。あ、オレンジ。へえ、このオレンジも、なんかクラウンとかでこういうオレンジなんかあった気もしないでも、しかし、めっちゃ発色がいい。このね、ラメの入り方が、すごいですよね。この陰影がすごい。で、ブラックと。で、今日、まあ、ここに最後来てる理由はもう一つあって、今回の NX、まあ、リモート駐車ができるんですよ。リモートなので、外から操作ができます。まあ、こういう先進的なアイテムもついてきております。で、これ、まあ、リモートパーク、まあ、かなり簡単に使えるので、まあ、使い道としては、まあ、外から携帯でこの車を動かすっていうのが目的なので、まあ、一番は、ちょっと狭い駐車場であるとか、あとは、なんか荷物たくさん積み込みたい時とかに、車いちいち乗って動かすじゃなくて、外から動かして、まあ、そのままドア開けて、大きく開けての、まあ、積み込もうとか、まあ、いろいろな想定ができるとは思うんですけれども、ちょうどドアで言うとワンノッチ開くぐらいの隙間があれば、そのままリモートで駐車もするし、まあ、出るときはもう出るのは全身なので、簡単に出れますけれども、で、この超音波ソナーですね、をベースに人がいるとかいないとか障害物があるとか、まあそういうのももちろん自動でどんどん対応はしてくれます。まあ問わずどんどん見ていきましょうか。で、今、はい、加藤さんよろしくお願いします。お願いします。加藤さん、まあ昔から僕も知ってますけれども、NX ずっと、初代からずっと担当してますもんね。はい、そうですね。もう加藤さんがずっと NX は作ってきております。はい。で、今アプリでもう繋がってるんですね。まあ、アンロックしてですね。はい。鍵を開けて、で、まあ、同意したりとか、まあ、いろいろあるんですけど、はい、もうこのままお待ちくださいということで、これで車と携帯がつながります。はい。これ、Bluetooth 接続ですもんね。そうですね。はい。つながると今、Bluetooth で今、つながったわけですね。はい。で、まあ、前に出る、右に出る、左に出て選べるんですけど、まあ、ちょっとここ前に出ますと。はい、で、OK としますと。あとはもう、これ、くるくると、こう、この動かしてる間ですね、こう、車今、起動しました。あ、なるほど、ね、これで動くんですね、はい、そうですね、これ止めちゃうとこうもう出てきましたね。へえ。で、あと残り 5.7m 前に出せますよって、まあ、これ安全確認いただいて、もしも何かあると勝手に止まりますけども、こうやって車がもう出ていきます。なるほど、なるほど。で、これでくるくるを止めれば、はい、もうこれで、 あとはもうこのまま、はいはい、開けていただければこれで終わりますので、じゃあ中止してあとはもう入ってください、はい、便利ですよねこれ、はい、まあ、あとはこれ課題はどこのメーカーもそうなんですけど、入る時ですよね、はい、入る時にどこまで狭いところが入れるかっていうところがね、はい、まあ、これはもうどこのメーカーも困ってるので、うん、もうはっきり言っちゃうと、今で言うと、もうはっきり僕がこういうの言っていいかどうかあれですけど、いや、これだったら人でいいんじゃないとかって思われるケースが、まだまだ多々あります。まあ、例えば、ちょっと年配の方とかで腰がとか、なんかドアたくさん開けないとちょっと乗り込みとか不便なんだよねとかっていう方は、ドア開けるのは今ここに止まってる状態だとまあできないじゃないですか。だからそういった場面であれば出して、ゆったりと乗るっていうのができたりしますね。今で言うとそういうケースが一番有効。普通の、まあはっきり言ってしまえば健常者の方とか、もう運転慣れてる方とかであれば、普通にタタッと行ってちょっと狭いながらも体ねじ込んで乗って走っちゃうとかが早いかもしれないですけども、でこれ出るときに3方向、今前だけですけど右曲がり左曲がりもできるし、で後ろにももちろん出れます、まっすぐも出れるし左方向にも出れるし、そういうのも全部選ぶことが携帯上でできますね。加藤さん、これ入れることもできるんですもんね。あ、もちろんです。後ろからも入れられますし、はい、もちろん前からも行きます。で、もう一個我々工夫したのは、はい、まず車を乗ってきて入れようとして、はい、で、いわゆるアドバンストパークを選びます、はい、でここで車を降りずに自動で入れることもできますし、はい、その操作からいやいやリモートで入れようかなと思うと、そこでワンタッチで今度リモートに行けると、はい、だから非常にその選択ができるということも、まあ、使いやすいようにしました。なるほど。っていうことは、僕はアドバンストパークよく知ってるので、簡単に今イメージができたんですけど、これ知らない方のために、これ入れるのもできますか？はい。ちょっと、じゃあ僕助手席行った方がこれいいですね。はい。
はい。で、実際のケースですと、例えば先ほど止めてた駐車スペースにこういうふうに横付けして、あ、ここでまず、駐車スペースの安全確認だけは皆さんがちゃんとやってくださいね。止まれるなっていうのを認識したら、で、ここで、いつもだと、アドバンストパーク知ってる方は、ここのアドバンストパークの、はい。これを押します。そうすると、これでもう自動駐車が、実は始まって、はい、でちょうど、選ばれてますね。選ばれてますね、駐車スペースが。開始通すと、はい、もう自動駐車が、はい。で、これで自動駐車してもいいですし、いや、ちょっと外、狭いから、はい、降りて、外から動かそうかなと思ったら、この携帯マークを、これをですね、これを押してもらいます。はい、ああ、なるほど。それで、並列、縦列とか出てきます。まあ、並列で入れますよと。はい。そうすると、同じように、ここ出てきますので、設定完了と。そうすると、もう、キーを持って、降車しアプリを起動してください。はい、で、これで出ます。じゃあ、はい、出ます。はい。これで、はい、で、駐車枠が出てくるので、はい、OK ですね。はい。そうすると、また同じように、ちょっと今車がですね、わかりましたということで、動きます。これでハンドルまで、はい、切り出してくれた。はい、おすごい、すごい。だからこれ、ちょっと車と一緒に動くような感じですよね。そうですね。超音波とか反応しちゃうと止まっちゃいますもんね。ええー。で、これを不便と思う方は自分でもちろんやるんですけど、これはだからどちらかというと、狭いところの駐車場とかに、これ多分車についていった方がいいですもんね。そうですね。うん、なるほど、なるほど。へぇー。無人で駐車。向こうに走れてる気がするけど。で、ここで切り返しですね。なるほど。これ最初に止めた位置によってはちょっと本来できるだけ一発で入るようにはしてるんですけど、うん、今止めたとこかなり近かったの で、 そうです、ね、これ実際のドライバーの運転でも多分1回は切り返すところに止まってました、ええ、まあ、逆に切り返すところをちょっと見ていただいて全部自動で、でもこれでなるほど、でこれでまあ残り 0.1 メーター、はい、終わりましたということで、ここで処理終了してますので、終了と。ということで、まあ、ちょっと今窓は開けちゃってますけども、うん、まあ、ロックして終わりと。これいいですね。まあ、このスペースであれば今確実に入れるってわけですよね。そうです。うん。だから、まあ、これでもドアを完全に最大限開ける。だからワンノッチで止まるところがちょうどこのぐらい。まあ、このぐらいの幅であれば、もうちょっと詰めててもスペース的には入るっていう話ですね。はい。はい、今幅がちょっとあるので、まあ入ります、うん、もうちょっと狭くてもいけますが、うん、はい、まあ、逆にですね、狭いとこ入りすぎて、うん、今度バッテリー上がった時に乗れなくなってもいけないとか、あるいはあるので、うん、一応人がなんとか、はい、乗り降りできる状態までにしてるというのが今の。ああ、なるほど、はい、そういうことですね、はい、そうかそうかそうか、そうなんですよ、そうか、狭いとこ入るだけ入ってバッテリー上がっちゃったら今度、うん、そうです、どうもできないじゃんって、しかもパーキングギアも入ってるし、どうもなんないですもんね。そうです。で、逆にですね、はい、後でどなたかが横につけられちゃって、うんうんうん、車乗れないじゃん、はい、という時は、先ほど五味さんおっしゃったように、じゃあもうちょっとリモートで行こうかと、うん、で出して乗るという、まあ、そういう使い方はできます。なるほど、いいですね、これも、これはオプションですもんね。オプションです。はい、電動車、HEV と PHEV にしか、まあ、ちょっと設定はないんですけれども。はい、はい、もしもそのお車を選びになったら、ぜひつけていただきたい機能ですね。はい、新しい、まあ、これ今レクサスの中でもこの車にしかない、まあ、装備ですね。ではでは。